日本語コンテペイ、日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポッドキャスト。今日はルーティンの作り方について。はい、皆さんおはようございます。日本語コンテペイの時間ですね。元気ですか？僕は今日も元気ですよ。ルーティンについて少し話したいと思います。大切な大切なこと、習慣ですね。ルーティン、僕は毎日のルーティンを大切にしています。その理由は、毎日のルーティンが人生を良くするからです。例えばルーティンがなくなると毎日が少し不安定になりますね。あれ、今日は何をしようとか、まあ例えば元気な時はたくさん勉強したり、たくさん本を読んだり、でも元気がない時は何もしたくない、そういうふうになってしまいます。とてもいい日と、とても悪い日がある。ルーティンを作るとそれがなくなります。毎日が同じようになります。とても元気な時も、とても元気がない時も、同じように勉強を続けることができる、同じように仕事を続けることができる。それはとても大事なことです。毎日毎日少しずつ勉強すれば、必ず1年後、2年後、3年後に良くなります。ルーティンの作り方は簡単です。まず最初の1ヶ月頑張ってください。もしくは3週間でもいい、2週間でも大丈夫。とにかく1週間以上続けてみてください。そしてまず大事なのが朝起きる時間です。毎日同じ時間に起きましょう。毎日同じ時間に起きるためには、毎日同じ時間に眠らなければいけません。睡眠が一番大事です。しっかりと寝ましょう。そして食べ物、食べる時間も決めた方がいいと思います。朝ごはん、昼ごはん、晩ごはん、同じ時間に食べる時間が大事です。そして勉強ですね。勉強のルーティーン、これは人によって違うと思います。朝勉強したい人、夜勉強したい人、いろいろな勉強方法があると思います。だけど一番大事なのは起きる時間、寝る時間、そして食べる時間。まずはこれをしっかりと毎日同じようにして、その間にどうやって勉強するか。まあ今日は当たり前のことを話してみました。たくさんの人は多分全然そういうことは問題ないと思いますけど、僕が大学生の時はいつも違う時間に起きて違う時間に寝てましたね。それは今思えば本当に良くなかったと思います。それではまた皆さん、チャオチャオ、アスタルエゴ、またね、またね、またね。